はい、煮洗いをやっていきます。煮洗い用の桶、ホーローです。洗剤を入れて火をつけます。さあ、沸いてきたのでマスク入れていきます。じゃあ、アベノマスクどんどん入れていきます。5分ぐらい、まあ本当に沸騰するまで置いとくだけです。この辺で火を止めて、洗濯機で薄着と脱水をしていきたいと思います。こうやってネットに入れて、こうやってネットごと洗濯機に入れるだけです。はい、できました。こうやってまあまあ軽く引っ張って干すだけです。以上です。